さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ハードオフで購入したジャンク CPU、AMD Ryzen 5 5500になります。ハードオフのジャンク CPU とか久々に聞いたんだけど。確かに久々ですよね。こちらは昨年12月にハードオフで購入した CPU なんですが、今でも普通に使えるレベルの CPU がジャンクで売っていたので、思わず買ってしまった商品になります。あんたまたそうやって。果たして動くのか早速見ていきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで早速開封をしていきたいと思います。ところでこの CPU はどんな CPU なの？詳しいスペックは後ほどお伝えしますが、こちらの CPU は2022年4月に AMD から発売されたミドルタイ向けの CPU になります。同じ時期に Ryzen 5 5600というのが発売されたのでその弟分みたいな CPU ですね。動画公開時点でも新品1万5000円ぐらいする CPU で、ヤフオク相場でも1万円を超える CPU なんですよね。で、その CPU をいくらで買ってきたの？はい、今回こちらの CPU、なんと、3300円で購入してきました。安すぎない。ですよね。一応リマークの可能性も考えたんですが、見た目もそこまでおかしなところもなさそうだし、Ryzen 5をリマークする必要もあるのかなともろもろ考えとりあえず購入しました。で、今ピンの様子も見ているのですが、特に折れたり曲がったり等もしてなさそうです。ちょっとしたゴミとか汚れはありますが、特に問題もなさそうですね。ゴミとか汚れとかなんか久々に聞いたフレーズね。確かに。それでは簡単にこちらの CPU のスペックのご紹介。AMD Ryzen 5 5500でアーキテクチャは Zen 3。6コア12スレッドでクロックは 3.60 から 4.20GHz。L2 キャッシュは 3MB、L3 キャッシュは 16MB。PCI Express は 3.0 で、TDP は 65W になります。Ryzen 5 5500は、開発コードネームセザンヌこと Ryzen 5000G シリーズをベースに GPU を無効化した製品で、すべての機能が1チップに統合され、CPU 台である CCD の L3 キャッシュは 16MB へと半減しているものになります。では検証機に取り付けていきます。こちらが先ほどの CPU になります。こちらのマザーボードは ASUS の ROG Strix B550F ゲーミングになります。こちらは事前に動作確認済みのマザーボードになります。ということで今回の検証機はこちらになります。CPU は AMD Ryzen 5 5500、マザーボードは ASUS ROG Strix B550F ゲーミング、メモリは DDR4 3208GB×2、SSD は Samsung M.2 SSD 1TB。GPU は AMD Radeon RX7600、電源は Antec Neo Eco 850W になります。それではこの CPU が動くのかやってみましょう。シュラララ。それでは実際に起動確認してみましょう。果たして動くのか、はたまた壊れているのか。この動くかどうかのドキドキ感も懐かしいわね。実際動いてくるのかしばらく待ってみましょう。なかなか反応がないわね。向きが悪かったのですが、マザーボードの横の LED は色々と光っています。グラボのファンが一回止まったんで再起動ですかね。お、また動き出しましたね。生きてるの？壊れてるの？どっちなの？お、画面が出てきました。お、生きてたのね。こちらが BIOS 画面になります。BIOS でもしっかり Ryzen 5 5500と認識されてますね。大当たりだったのね。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。こちらも特に問題なさそうですね。続いてシネベンチ R23 もやってみました。6コア12スレッドなので割と良い感じですね。結果はこんな感じ。マルチは10,594と10,683、シングルは1,362。最高温度は 60.3 度と 59.1 度、アイドル時は 30.3 度でした。クロックはなぜかマルチの方が高い結果となりました。ネットで見ると Ryzen 5 5500のシネベンチのスコアが大体同じようなスコアなので特に問題もなさそうですね。シネベンチの10分耐久もクリアしてるし、問題なさそうね。ですね。せっかくなので FF14 ベンチマークもやってみました。解像度はフル HD で、最高品質で行いました。結果はこんな感じ。スコアは 17,777 で、平均 FPS は129、最低 FPS は49でした。あまり CPU は使用していないんですがとりあえずゲームも問題なさそうな感じですね。最後に動画エンコードもやってみました。YMM4 とハンドブレイクで解像度 4K の5分動画をそれぞれ再エンコードさせてみました。結果はこちら。
は MM4 は12分59秒でハンドブレイクは13分57秒でした。こちらも特に問題もなさそうですね。ということで今回は、ハードオフで買ってきたジャンク CPU を検証してみました。結果的に動いてよかったわね。ということで。なんか出てきた。ハードオフで買ってきたジャンクのマザーボードもやっていきたいと思います。何それ。ということでこちらは ASUS ROG Strix X570F ゲーミングになります。で、これいつ買ってきたのよ。こちらなんですがカピさんが以前ハードオフで買ってきてくれたマザーボードなんですよね。値段は7000円で未チェック品のマザーボードとなります。なるほどね。では早速中身を開けて状態を見ていきたいと思います。シュラララ。それでは早速開封していきましょう。ASUS ROG Strix X570F ゲーミングといえば、今でもヤフオク相場で1万円から1万8000円ぐらいする人気のマザーボードなんですよね。結構いい値段するのね。で、中身なんですが、マザーボード本体と、ドライバ CD と静電気防止袋しかありませんでした。付属品は本当に何もないのね。で、こちらのまずは箱から見ていただきたいのですが、この灰色になっているのわかりますかね。撮影のライトのせいで白っぽく見えているものになるんですが。あー確かに見えるけど、これ何？グリス汚れなんですよね。箱にこんなについてるってことは。そうなんです、マザーボードにもグリスが付着しているんですよね。表面はそこまでひどくないのですが、細かいグリス汚れが点々とついています。あー確かに白っぽいのが見えるわね。裏面に関してはこんな感じで。うわ、これはひどいわね。結構いろんなところにグリスが付着しちゃっていますね。さすがにこのまま検証するのもあれなので。まずはお掃除からしていきたいと思います。ラベル剥がしの風神とパーツクリーナーでグリス汚れを取っていきます。乾いたグリスがついているところに風神をかけてまずは溶かしていきます。風神だとグリスが液体のようになってくれるので拭きやすくなります。裏面も同様にきれいにしていきます。裏面は結構グリスが広範囲に広がっていたので、毛の柔らかい歯ブラシでゴシゴシしてあげました。歯ブラシって本当こういう掃除に役に立つからいいですよね。確かにきれいになっていくわね。ということでお掃除した後のマザーボードがこちらになります。おー結構綺麗になったんじゃない。裏面もこんな感じになりました。さっきまではグリス汚れで白くなっていたのですが、黒い基板がはっきりと見えるようになりました。確かに綺麗ね。ではこちらのマザーボードに先ほど検証で使ったものをすべて乗せていきましょう。パーツ類はマザーボード以外は先ほどと全く同じものを使います。ということは動作確認が取れてるってことよね。ですです。出来上がった検証機はこんな感じです。やっぱり ROG のマザーボードはかっこいいわね。ですね。では早速起動確認をしてみましょう。スイッチオン。これ動いてる。このマザーボードなんですが、DRAM ランクから先に進まないんですよね。ダメじゃん。メモリを1本に変えてみたり、別の場所に挿してみたりしたんですが、DRAM ランクから先に行くことはありませんでした。やっぱりジャンクね。そうなんですが、CPU をちょっと古いものに変更してやってみたいと思います。なんで？先ほど Ryzen 5 5500で起動するかやってみたんですが、X570 マザーボードの初期 BIOS だった場合、5000番台は認識しない可能性があるんですよね。CPU の方がの力出てるから。ですです。ということで Ryzen 5 2400G で起動するかやってみましょう。こちらは内蔵グラフィックがある CPU なので、グラボはあえて挿しておりません。さて、反応はどうか。画面が来たー。ただ何やら画面の表示が BIOS is updating LED firmware。 どうやら BIOS アップデートごとかに出るみたいなんですよね。とりあえずこの画面が出て、何回か再起動をさせてみた結果、なんか急に BIOS に入れちゃったんですよね。何が原因だったの？何にもしてないんですけどね。ということでこちらが BIOS 画面になります。 Ryzen 5 2400G でしっかり認識されていますね。ただこのままだとやはり不便なので、BIOS アップデートをかけていきたいと思います。ただバージョンを見る限り、多分最新のものっぽい感じもしますが。では改めて Ryzen 5 5500に戻したので起動できるか確認してみましょう。さて今度はどうかしらね。先ほどはこちらのランプが動かなかったので、ランプが動けばワンチャン。ランプは動いているわね。果たしてこのまま立ち上がってくるのか。はい、無事に Ryzen 5 5500でも確認ができました。 CPU といい、マザーボードといい、大勝利ね。ですね。はい、ということで今回はハードオフで買ってきたジャンクの CPU AMD Ryzen 5 5500と
同じくジャンクのマザーボード、ASUS ROG Strix X570F ゲーミングでした。久々のジャンクだったけど動いてよかったわね。大勝利でした。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。